近寄さん、しっかりちょっと一着取れたことでなんかすっきりしたものあるんじゃないですか。いや、そうですね、まあ本当に初日だけじゃなくてほんまに4日間向けてトータルでしっかり結果残したいと思うんで、まあ、まだまだ安堵できない、安心はできないと思ってます。本当にね、まあ、何度かこの平安賞を参加する中でなかなかね、やっぱり決勝までっていうのが自身の中で目標としては残っているのかな。そうですね、やっぱり、はい、決勝優勝っていうところを目指していきたいなと思ってます。やっぱりその苦しい思いの方が多い大会ですか。そうですね、あんまりいいイメージ、そのいつもプレッシャーに負けてる方が強い大会、うん、平安賞のイメージがあります。その分今年、まあ、ちょっと落差が弥彦であったけどその後ここに向けてというのは準備しっかりできました。そうですね、あんだけ1ヶ月空いたんで万全には整えれたかなと思います。で、まあ、小田原で使ってきた自転車とか、はい、そういったものというのも調整すごくうまく。そうですね、もう本当に無理ってビルダーさんとかでも早く作っていってもらったので、もうその期待にしっかり応えたいと思います。今回本当に求められるものが、ね、また一段とあるでしょうか。はい、しっかり明日からいい日を締めて頑張っていきます。頑張る、はい、ありがとうございました。